このチームは室蘭からやってきました。移動時間40時間、輸送費60万円をかけました。失敗できないフライトです。今大会で最も遠くからやってきたチームです。北海道室蘭からフェリーで名古屋、そしてトラックで琵琶湖、機体を運んできました。移動だけで40時間、輸送費も最高額の60万円です。どのチームよりも時間とお金を費やしてきました。失敗が許されない機体で最高のフライトに挑みます。室蘭工業大学鳥人間部、高いところが苦手だというパイロットの下君、さあ飛び込んでいけるか。高いところが苦手だというパイロットの下君、さあ飛び込んでいけるか。ふわっといった、ふわっといったぞ。さあ行っている。さあ飛び込んでいけるか。ふわっといった、ふわっといったぞ。さあ行っている。3、2、1、1、3、4、5、6、7。ふわっと浮き上がっています。風に乗るか、風を捉えるか、いい感じです。ふわっと行きました。さあ若干右に旋回して、まだ粘っている。ここで着水しました。ふわっと行きました。さあ若干右に旋回して、まだ粘っている。ここで着水しました。めっちゃ飛ぶやん、すごっ。Nice!